今回は運命が好転し人生がうまくいくの第92回です。リクエストがありまして、岸和田天神宮を取り上げます。リクエストの内容は欲張りなお願いですが、もしできれば大阪府岸和田市の岸和田天神宮のパワーを上げていただけませんでしょうか。実は何回かその神社に参拝させていただいているのですが、まだまだ勉強が足りないようでエネルギーをつかみかねています。お助けいただければ幸いです。ご検討よろしくお願いいたします、というものです。それでは本題に入る前に、このチャンネルでは皆さんの人生を明るく楽しくする動画を送りますので、チャンネル登録をぜひよろしくお願いいたします。それで岸和田天神宮ですが、大阪府岸和田市別所町というところにあります。この神様方のエネルギーはとても強くて、とても気持ちが良くて、とても良いものです。邪気などがスーッと抜けていきます。ですから、ここのエネルギーをいただくということはとても良いことです。ですが、リクエストにあったように、分析的に受け取ろうとするとかえって受け取れなくなります。それは分析というものは意識を働かせることになるのですが、意識が前面に出ることによって神様のエネルギーを遮断してしまうことになってしまうからです。こういうエネルギーというのは無意識で受け取るものですから、意識は低めておかないといけないということですね。ですから、分析的に受け取るのではなく、感謝の気持ちと素直な気持ちでいれば良いだけのことです。そうすればスーッとエネルギーが入ってきます。それから後から、ああ、受け取っていたんだなと気づけばいいだけの話です。岸和田神宮の主催人ですが、お二人いらっしゃいます。スサノオノミコト様と菅原道真公です。それでご利益ですが、スサノオノミコト様が水難、火難、病難等の災難除去、開運、厄除け、五穀豊穣、文学上達、学問上達、縁結びとなっていて、菅原道真公が受験合格、歯科、文筆、芸能、学問上達、農業等産業守護、病気平癒となっています。それではまず最初に岸和田天神宮のご利益のエネルギーです。
終わりました。次はスサノオノミコト様のご利益のエネルギーです。終わりました。次は菅原道真公のご利益のエネルギーです。
終わりました。今回は以上です。ご視聴ありがとうございました。